どうも、おもしろひげメガネです。今日はですね、ビーズというバンドをより深く知るためにですね、ビーズのお二人を占っていこうじゃないかと思うんですけれども、いつもみたいにですね、僕がいつもやってるあの古代エジプトタロット占いというのがあるんですけれども、それで占うのではなくてですね、今日ちょっと本格的な、占い師の方に来ていただいて、ビーズのお二人をこう掘り下げていただこうかなと。ということで本日ビーズを占ってくれる占い師の方をご紹介いたしましょう。この方です。どうぞ。どうもー、ひでまろです。お願いします。なんつったんだ今。ひでまろですよ。ひでまろね。はい。一瞬ひらいファラオですに聞こえたから。いやいや、ちょっと変なボケ入れてきた。合わないでしょ、本日。そうですね、うん、占い芸人ということですね。そうです。でね、自分のその YouTube チャンネルも持ってて、はい、結構占いの方で成功してるわけですよね。そうですね、そう、まあもともとね、うん、占いが大好きで。それこそだってね、最近だと宮迫さんを占ったりとかもしてるわけでしょ。そうです。いや、すごいじゃない、うん、結構いろんな角度からね、占いをやってるって言うんで。そうです。ちなみに普段ビーズ聞いたりする？いや、まあ全くね、全く聞かない。全くなんだ、うん、でも知ってるよ、曲はね。まあ、もちろんね、うん、いつかのメリークリスマスとか。ああ、はい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 、あれが一番大好きなんだけど。なるほどな。じゃあちょっとね、今日はね、秀丸さんに、はい、ちょっとこう、まあ私はその古代エジプトタロット占いっていうのやってるんですけれども、うんうん、もっと広い目線でね、はい、ビーズというバンドをちょっと占いで見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ僕がやってるのは、うん、西洋占星術、ははは、あとは数秘術、うん、まああとタロットもそうなんですけど、うん、気学だったり、うん、四柱推命を持ち合わせてやってますね、うん、ああ、いろいろやってるんですね、うん、どんな感じで見てもらえます？まあ、血性日からまあ調べて、あとお互いの相性、うん、はい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 、はい、っていうので、うん、ビーズはまあこんな感じですよっていうのを、うん、あ、なるほど。じゃあそのまずビーズのそのそれこそ血性日なんですけど、うん、まあ1988年の5月20日に結成されてるみたいですね。はいはいはい。あ、皆さんね、はい、おい、ひでまろっていうやつ携帯見て、うん、ベラベラ喋ってんじゃねえのって思われるかもしれないので、はい、こういうのでね、見てるんですよ。これは何ですか？これは、うん、ホロスコープって言って、はあ、西洋占星術の、はあ、まあ、羅針盤みたいな、はあはあはあ、羅針盤を見て、はあ、その星の配置によって、うんうん、占うっていう。ビーズが組んだ日にちが1988年5月20日に、うん、その時、宇宙では星の位置がどこにあって、うん、どういう配置になってとかね、うんうんうん、見るんですよ。あ、それによってなんかその人のてか性質みたいなのが見えてくる。そうです、そうです。ああ、なるほどな、はい、なんか見えてきますか？ここからまず見えてくるのは、うんうん、やっぱりね、組んだ日っていうのが血性日がめちゃくちゃいいの。どうめちゃくちゃいいかというと、うん、あの理想を追求できる、うん、形にできるっていう、はい、あの天体の図形になってて、まさにビーズっていうのはこの日じゃなかったら、うん、あんなに売れてはないんだろうなと思います。一番ちょうどいい日だったってこと？一番いい日だと思う。あ、そうなんだ、うん、もう一日でもずれてたら違ってた感じ。違うと思うね。へー。まず海王星と冥王星っていうのがトラインって言ってめちゃくちゃいい配置になってて、へー、あの海王星っていうのは理想と夢とか、うん、あとなんだ、アーティスティックな星を意味してて、うんうん、で冥王星っていうのが0か100の、うん、極端な惑星なのね。この日5月20日っていうのが、うん、めちゃくちゃいい時の100なのよ、うん、だから理想と夢っていうのが100でいいですよっていう配置なの。なるほど。そうで、他には火星と金星っていうのが、うん、これもトラインっていうような、うん、まあ、形になるんですけど、うん、これもいい配置なわけ。火星って行動、簡単に言うと、うん、で金星っていうのが、うん、あの ときめくこととか、うん、あのやりたいことの衝動とかね、うん、理想の形をする、夢、うん、ワクワクっていうのをそのまま行動すると
いい状態につながりますよなんだよね。だから他のもちろん他の天体はちょっと悪い配置とかもあるけど、いい位置のいい天体ばっかりがいい配置に置かれてるから、へー、そりゃ成功しますよねっていう、まあ、確かにその、まあ、結成のいきさつとしては、まあ、松本さんがもともとプロのミュージシャンとして、まあ、別で活動はしてたんですけど、うん、である時、まあ、なんか自分のバンドやりたいなっていうこと で、うん、でたまたまその稲葉さんの歌が収録されてるデモテープを聞いて、うん、でもすぐビビッときたらしいのよ、もうこいつと組むってもうその時点で決めたらしくて、じゃあもう完全に出会うべくして出会ったというか、なんかいろんなものがこうバシッと合わさって結成されたっていうことなのかな、うん、そうだね、5月20日で見ると本当にめちゃくちゃいい、いやでもそこだけでもそんなに見えてくるんだ、星の配置だね、それはその結成日で今見たけど、うん、デビュー日だとまた変わってくるのかな、そのシングルのデビュー日、そう、それこそ9月21日から1988年、早いよね、まあそうね、結成してからわずか4ヶ月でっていう、9月21日の時っていうのが、でもね、冥王星と海王星の位置はいいよね、やっぱり、だけど、金星と冥王星っていうところで言うと、あんまり良くない、星の配置になってて、結構伸び悩んだんじゃないかな、なんか、ああ、なるほどね、いやでも確かに、あのデビュー曲はね、あんま売れてないです、最初の頃何年か1、2年ぐらいは伸び悩んでましたね、アルバム3枚出す前に絶対売れなきゃみたいな、なんか課題を松本さん自分に設けてたらしいんですけど、そうだからその3枚までの間っていうのは相当いろいろ悩んで試行錯誤してたみたいなんで、わかる、確かに当てはまってるで、太陽と、天王星っていうところで言ったら松本さんかな、あの曲書いてんのとか、そうね、めちゃくちゃ悩んだんじゃないかなっていう感じがしますね、なるほどな、じゃあ結成日としてはもうめちゃくちゃ良かったけど、デビュー日としてはちょっと苦しい感じ、苦しい感じ、ああなるほどな、でも当てはまってんな、長い目で見た時にはめちゃくちゃ大成功してるから、確かに、ね、結成日としては最高だったっていうのは当てはまってるなと、今年のビーズどうなるかとかそういうのとか分かったりする、ね、それも見ましたよ、あ、ほんと、稲葉さんで言ったら、もしかしたら、プロデュース側とかに回った方がうまくいきそうっていうのは出てて、今年はもうそういうのが向いてる感じなんだ、向いてる感じだね、そうだね、まあ、でももしかしたらあるかもしれない、ここ最近ビーズって結構なんか今までやってなかった新しいことに結構連続的にチャレンジしたりしてるんですよ、もしかしたらそういうのもあるかもしれない、あるかもしれない、ビーズとしてはどうですか、その今年は、まあ、全然、てかね、ずっといいのよ、ビーズで見ると、ずっといいから、だからスタイルは変わんないんだろうなっては思うね、なるほどね、まあ引き続き安定してるっていうことね、稲葉さんっていうのは、まあ性格をね、軽く調べたんですけど、あの人、オンとオフの切り替えがめちゃくちゃ差があって、ああ確かにそういうタイプだと思います、もうオフの時って、マジで、稲葉さんですかっていう感じの人なの、ああなるほどね、だけどあの人のすごいところっていうのはやっぱりオンにした時のギャップもそうだし、で、あの声、ボイスっていうのが、なんかね、僕の占いの観点から言いますよ、相手に力づける勇気を与える声っていうのを持ってるの、あの人、だから、ビーズって聞くと、聞き終わってから、なんかやる気に満ちたりとか、すごいなんか気持ちの活性化、前向きになったりとか、とかにつながるっていう不思議な声質っていうのも出てる、その先生術出てんだ、いや確か稲葉さんはね、まあ、
ファンの人の間では有名な話ではありますけど、まあ、すごいなんかね、一般的な目線で見たらもうめっちゃロックスターみたいな感じの目線で見てる人いますけど、意外とちょっとネクラな部分が心の内にはあって、結構そういうのがソロアルバムなんかでその世界観が出てたりとかするんですけど、意外となんかその辺のねギャップっていうか差はなんか二面性ある人ではあるんで、すごい当てはまってると思う。本当にそうで、あとは相性も、二人の相性もめちゃくちゃいいし、惹かれ合うし、だけどお互いがリスペクト認め合える間柄っていうのはすんごい出てますね。で、松本さんの方が幼少期から元気活発な子だったんじゃないかと。はあ、なるほど。なので、今は、ギターでね、なんだろう、こう一歩弾いて演奏してるけど、普段はね、松本さんの方でガンガン行くと思う。まあでもそうかもしんない。まあ一応、あのバンドのリーダー的な立ち位置でもあるから、やっぱ稲葉さん含めて周りのいろんな人をこう引っ張っていく、もうだからボスって言われてる人だから、マジで職人。あとはもっといいのが、松本さんがちっちゃいことは全然気にしないタイプなの。もう切り替えも早い人だから。で、あとやりたいことがないと原動力につながらない人だから、だからこそ稲葉さんが出てきたことによって、さらに松本さんの原動力につながっただろうし、なんとか目標というか常にそういうのを目の前に置いてこそ動ける人なんだ。そう、へえ、ほんとそう。あとはすごいですよ、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いってはっきりしてるんで、そこもね、ある意味0か100の人なんで。へー、そうなの。そうですね、妥協は絶対しないでしょうしね。なるほど、そう。で、あと稲葉さんのすごいところが、スピード感が超速いの。こういう感じで歌ってとか、こんな感じでなんかテイスト変えてくれると思って言ったら、もう一発でできるだろう。吸収力があるってこと。早い、すごい。才能だよね。なんかでも確かにスラッシュもそんなこと言ってたの。スラッシュっていう、海外のアーティストと共演した時も、講師の仕事はすごかったみたいな、なんかそんな感じのこと言ってたわ。ああいうのをプロって言うんだみたいなことを、すげえ褒められてたから。そういうとこ出てんのかもしれない。で、稲葉さんの嫌いなところ、嫌いなタイプで言ったら、約束を破ったりとか、結構時間にルーズな人だったりとか、こう計画を練ってたのに台無しとかする人大嫌いだね。なるほどな。真面目というかね、超真面目、ちゃんとしてるんだね。ほんと真面目。とりあえず我らがビーズは相変わらず最強ということで、ね、今だからそれこそ秀丸チャンネルだっけ、YouTube チャンネルもやってますし、ぜひ、他なんかあります？告知することっていうか。告知することは、あと個人鑑定もやってるんで、もし、気になる方がいれば、秀丸ってインスタでもツイッターでも検索していただければ、なるほど、 DM 開放してるんで。なるほどね、若干滑舌が悪いんでね、聞いてるから聞き取りづらいっていうのは。それ最初に言わないと。じゃあ最初の自己紹介がちょっと聞き取りづらかったって言ったらね。そうだね、そうそう、やっぱそのキャラで芸人の時代をやってたっていうのがあるんでね。今回は秀丸さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで今回は以上になります。面白いひげめかねでした。ありがとうございます。